嫌な予感。ずっといい予感しかしてこなかったのに、そんな楽天家な私なのに嫌な予感がする。なあ、うん、寝てたのか。このように本基地は学校としての体裁が整っています。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから寝る。そうだな。って寝ないために声かけたんだよ、こっちは。寝てる。そこ。ああ、ちょっと貧血起こしたみたいで。よく今の一瞬でそんな効率よく睡眠が取れたな。目が冴えちまったよ。それはこっちから持ちかけたんだが、ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。何がすごいかって、トド音楽にかける情熱だけは誰にも負けない。おお、じゃああれだ。そんなすごい能力はないよ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッド！あの伝説の劇場版とギャギャグリーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる！違うよ。それにギャイヤグレイボドドドドーって叫び散らすバンドなんて嫌だよ。いやいや、なんでさ。どうするって。普通ギャイヤグレイボドドドドーって叫ぶだろ。叫ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソーぐらいは言うかもしれないけどさ。それほとんど。いやいや、クソーと、なんだろう、そこ優先席なんで譲ってあげましょうよと。あんま変わんないじゃん。すっげー違うよ。あるよ。一生座るな。あっただろ。うん、で納得するか。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい。あの伝説の劇場版とコピペしたみたいに最初のセリフに戻るな。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。そこ。ヤーギャーなんて一言も言ってねえよ。魂の叫びなんだよ。何あの人。司令官に向かってなんて言葉遣い。いやいや、周りが引くほど切れるな。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。はあ、お前サンクス。全く褒めてないからな。やべえ。全員防衛体制移行してください。防衛体制？おいおい、戦争なんて経験したことないぞ。おい、マイペースだな。司令官、とにかく急いで外に出た方がいいみたいだぜ。急だな、どうした？ナナセ。キャンサーの軍隊が、敵の総数はさほど多くありません。そう、いい機会だから。あたしら？ん？それすら聞いてなかったのかよ。時間もないから。出撃って？そのままの意味よ。な、無茶な。安心なさい。では出撃。あなたたちで最後みたいね。この先に集合地点の橋があるわ。一体何が起こってるんだ。とりあえず急がないと。ああ、
始まるんだろう。キャンサーの軍隊は準備はいいですね。行ける。急に動員されたってのに。ではご案内します。ずいぶんと寂れた場所まで来たな。安心しなさい。あなたたちの役割は集中して戦えば。そんなのって注意して進みなさい。なあ、向こうにいるのって。あれがあなたたちの敵。データでしか見たことなかったけど。あんなのに対して何で戦えっていうのさ。こちらへ来なさい。あなたたちはあとは電子軍人手帳を天にかざし。いきなり中二病ワードがポンポン飛び出してきた。セラフィムコードは。まずは私のセラフィムコードは。なんだ、ブラックホールか。すごい冷静だな。すげえだよ。それがあなたたちの武器。私のセラフィムコードは出てきた。なんだよそのクソダサいセラフィムコード。あなたたちなら意のままに。この華麗なやり方こそカレンちゃんのフィードバック。ルカちゃん、あ、まだまだカレンちゃんは飢えておる。
いい予感。宿舎へは基地をぐるっと回って向かいます。案内します。人類残存メーターです。ああ、正確には司令官だけどな。こうして数字にして突きつけられると、これを守って増やしていくのが私。では宿舎にご案内します。どうやって人数を数えてるのかな。カウンターをカチカチさせるんじゃない。野鳥の会の人みたいに。なわけあるかよ。あいつら同期みたいだな。戦ってた子たちだにゃ。なんか視線を感じない。新人が気になるんだろう。後方支援ご苦労だったな。この奥はヘリポートだ。宿舎に行くならそっちだぞ。司令官に認められたら楽しみにしているぞ。ではまたな。そうか。優しい先輩もいるんだね。また今日が終わっちゃうね。明日も。うわ、こいつらか。欲しいのとは言ってなかったろ。すごい。あっちにもいるし。何のためか。諜報員ならすでに知ってろよ。どこからやってきた生き物。それは私の予想ではこうだ。宇宙から UFO に乗って。宇宙から UFO に乗って。確かに敵も宇宙から来てるんだから。的確な答えすぎて上がるか。おかしな人。お前も多分相当だからな。あとを追ってみよう。おや、かやもりとか言ったか。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとは。私は樋口聖か。近いうち。何？いいだろう。凡人にも分かるように言うと、そこの検査台に立って。どうだ、電子軍人手帳でも、暇な時にでも眺めてみるといい。こちらが本日の支給品です。
黒焦げにしてやるぜ。結局切り刻むんだけどな。掃除はこれくらいでいいだろう。なんか眠そうだな。先にメイン通りに出てるからすぐ来いよ。今日の予定は聞いているか？来たか。カフェテリアはここから学者に行く途中に。これよりアリーナ起動シークエンスを開始します。5秒前。4、3、2、1。それでは皆さん、私の伝説はこれから始まる。救世主様のお出ましや。ハローワールド。真実は一つと限らない。天下一変。呼吸をするように息の根を止め。頑張りどころね。どうだ。もらった。あたしらならやれるさ。どうだ。やっ、さすが。これでなんとかならない？砕けろ。いけるかもしれない。やるな。いいんじゃない。逃がさないよ。すべて私の計算通りね。本当に伝説始めちゃう？もしかして私って天才？毎日もりもり食べてるお米のおかげさ。